ちは。2019年3月の14日です。あやや、は食べてますね。今これどこに来ましたか？イオンモール。あ、イオンです。ベトナムのイオンです。空港に近いイオン。だから多分ベトナム、ホーチミンに3店舗あるのかちょっとわかんないけど、その中で、なんかここが来ました。今、お昼食べてないんですね。今3時、3時だけど、お昼食べないんですけど、で今、はい、ちょっとフードコートなんていうの、お惣菜コートなんていうの、日本で、はい、お弁当があったんで、もう僕はザ・日本みたいな、まあ、間違いないな味、お好み焼きとおにぎりと、ガヤがサラダとこれ、うん、これ何、フォーみたいな、フォーみたいな、なんかよくわかんない、フーチェウなんとかヘオっていう感じの、ね、はい、これ全部で700円なんで、1、2、3、4、5、6、6品なんで、で今まだ食べてないんですけど、どうそれ120円、どんな味、はどんな味、なんかね、スープにナッツの味がする、ナッツの出汁を取ってる。これは結局美味しいかもしれないですか。美味しいよ美味しいよ。で、あとサラダの、まあ、僕が食べた、まあ、食べてないよ。いや、食べていただきました。どれ食べたらいい、ちょっと言ってて。お肉、お肉、うん、なんだろう、全然顔があってない。うん、焼肉だね生姜、なんか生姜だ、生姜見ればわかります。焼肉弁当だね。生姜に焼肉のタレっぽい、ご飯に合う、美味しい。じゃあお好み焼きじゃん、お好み焼きだね。いや、なんか箸がちょっと弱いかもね。薄いよ、うん、食べたら、いや、これ100円ぐらいです、うん、キャベツが、まあお好み焼きの代わりで、ね、私ソース今は違うやん、おいしいっていう感じです。どう、あのカンボジアのイオンとこのイオンと同じだったけど、カンボジアの方が盛り上がってね。ここは多分5、6年前にすごい人だった。なんかね、今全面回収で結構落ちてるよね。カンボジアだったら結構人も入ったもんね、食べたもんね、食品も買ったりであると、ちょっと 食料コーナー小さいよね、という感じで。今日はこの後戻って、あ、いろいろ買ったんだね。ダイス使い、ダイス使い、よかった。はい、で今もう7分3分だからね。じゃあね、今日はあとは夜ご飯は、もう夜ご飯も夕方どう、ベトナム料理ね、ベトナム料理食べてマッサージ行って、明日行こうか、早いんですよ、という感じです。なんか言うことある？